長、日向坂口。短い付き合いになると思うけどよろしく。私が2つ役職を持つのは事実よ。意味はないけどね。私が仕えるべきは法王ではなく神ルミナスなのだから。魔物の言葉に興味はない。待てってば。今のをかわすのね。少し驚いた。さすがはシズ先生を殺した魔物、敵は撃たせてもらうわ。一体あら、笑える。勝てる気でいるの？この結界の中で。もしかしてこの技の危険性に気づいたの？カイ、この技術は物質体ではなく精神体、スピリチュアルボディへの直接攻撃であると推測されます。さてどうするか。何をしても無駄。君は詰んでいるのよ。このホーリーフィールドは西方聖教会が誇る究極の大魔結界なのだから。この結界内では魔素が浄化されるのよ。だから君みたいな上位の魔物でも存在を維持するために力の大半を奪われて本来の力を発揮できなくなるの。私が一人だったのが不満だったみたいだけど、本来なら私が出るまでもない仕事なの。私が出向いた理由はただ一つ。あと一回。君がシズ先生を殺したと聞いたか。敵討ちよ。私の手でこの世界で私に優しかったたった一人の人。でももういないのね。悠長にしてたら君帰る場所がなくなるよ。返してあげるつもりもないけど。勝ち誇るのはまだ早いと思うけどな。ゴーリフト身体強化を発動。この一撃で。は強い。この結界内でそれだけ動けるのは大したものよ。でもね、君では私に勝てないわ。君がよく頑張ったけどもういいでしょ。国ユニークスキル変質者にて上位精霊イフリートを純粋な精霊として分離します。敵を倒せ。炎の上位精霊イフリート。それでも私の相手には足りないわよ。イフリートに何をした。戻れイフリート。一体何を。日向坂口、最後の手段を使うしかない。悪いが手加減できそうもない。次で決めさせてもらうぞ。それでは私も最後に少しだけ本気を見せてあげましょう。覚悟しなさい。死になさい。デッドエンドレインボー。目覚めろグラトニー。リョウ、命令を受諾しました。速やかに実行に移ります。この命令を下すと同時に俺の意識は闇の中へと沈むように消えていった。眠りにつくがごとく俺の意識はそこで途絶えた。敵は撃ったわ、シズ先生。
あ